着いたら手紙を起こすんだよ。まあお父っつぁん、いつまでおっても名残は尽きないよ。うん、わしがついてるんだから、大船に乗った気で安心して任せてくれ。よろしくお願いします。さあ、ではな、お体を気をつけてな。さあ、じゃあよろしくお願いいたします。大前の金をかけた大事な品物だ。ね、ちゃん、あんた売られたのね。どうしてゆうべそれを言ってくれなかったの。おい。ねえおじさん、そのお金はいくらなんですか。そんなこと聞いてどうするつもりだ。いいからおっしゃってください。30、3つだ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。お母さん、千代ちゃんを何とかしてやってください。千代ちゃんは売られていくんです。人身売買じゃありませんか。ね、助けてやってください。まだ船には間に合いますから。いいんだよ。あれでうちが救われ、親への孝行ともなる。立派なことじゃないか。いいえ、そんなことは立派なことじゃありません。人間として間違った恥ずかしいことです。お帰りやすい。お父さん、お願いです。千代ちゃんを助けてやってください。女のお前たちには世の中のことは分かりませんよ。千代が免許暴行におられたやかなんなら、作次郎はどうするんじゃ。首をくらいに悩んで。たとえ首をくくっても、責任のある親なら我が子を売ることはできないはずです。我が子は犬や猫じゃありません。黙れ。女の分際で死に向かって何ていうことを言うんだ。お前はわしに盾をつくつもりか。お父さんに謝りなさい。権力からの命令でお前は謹慎を命じられたぞ。今日わしはそれで出頭させられたんじゃ。上皇学者も閉鎖を命じられた。危険極まる自由党の連中と交わるような者の教授は絶対に許さんというお言葉じゃ。親不孝者め。
何ですか。早瀬龍蔵さんおいででしょうか。早瀬さん、いや今おいでになりませんよ。じゃあお住まいはどこでしょうか。下宿ですか。菊池さん、早瀬さんの下宿は知りませんか。思い出せよ、ご存じじゃないか。聞いてみろ。そうですか、ちょっと待ってください。長木総理が伊藤参議に買収されて自由党を解党する。そんなバカなことはないんだ。お前先生、この方が早瀬さんを訪ねて来られたんですが、先生ご存知ですか、早瀬さんの下宿は。一人だ。岡山から今日訪ねてきたんですけど。おお、岡山か。それは大変だ。僕は帰るから送っていってあげる。君、そんなくだらない心配やめたわ。じゃあ、行きましょう。これすいませんけど、山田さんに渡して、すぐ行きますから。しかし、よく出てきましたね。早瀬君はなかなかの勉強家ですよ。闘志満々たるのです。あなたも楽しみですね。あ、ここです。この2階にいるんです、彼は。さあ、お話し。おい、おやじ。お、いらっしゃいです。早瀬君。今ちょっと伺いになったんですけど、都会でもいでなすったんでしょ。この人はね、早瀬君を訪ねて国から来られたんです。そうですか。さあ、どうぞ。さあ、お話し。お伺いになりますから。ありがとうございました。親父、またゆっくりな。先生、大阪ですね。反発打倒、自由民権、景気のいいとか一つ見せてくださいよ。事前に借金も払ってね。もう払うよ。憲法が発布されて国会が開けたらね。な、遅いですね。先の分はお上がったらどうです。では。出てきました。出てきましたって君、無茶だな。手紙で先に相談してくれればよかったのに。そんな暇がなかったんです。お父さんたちに黙ってですか。もうじっとしていられなくなったんです。情報学者は閉鎖を命ぜられてしまうし、私は県から禁止を命ぜられるし。あったな。僕がおびき出したようにお前じゃないですか。何か私が来て迷惑なことでもあるんですか。いや、そんなことはないんだが。一体どんなつもりで出てきたの。覚悟はできてんの。覚悟ってどんなこと。それはどういう意味。結婚してくれる。僕と一緒になってくれる。それならそれで僕は決心のしようがあるんだが。私はもっと勉強したいと思ってやってきたんです。いずれはそうなるとしても、今しばらくの間同じ勉強の友達になって付き合ってください。僕は余力がないんだ。あなたに迷惑はかけません。自分で働いてやっていきます。それがそう簡単に働き口はないんだよ。あんたに髪結いをしたり女中をしたり、そんなことなんかできやしないんだから。うん、何だってやれるわ。いや、できやしない。どうしろとおっしゃるの。国へ帰れっていう意味なの。私が来たことも。